当時、ハインリヒの長男。全名は、バルデマール、ビルヘルム・ルートビヒ・フリードリヒ・ビクトル・ハインリヒ。バルデマールは1889年3月20日、ビルヘルム2世の弟であるハインリヒとその日で、ヘッセン大公・ルートビヒ4世の娘であるイレーネの間に第一子として、キールで生まれた。バルデマールは、 母方の非ババである、イギリス女王ビクトリアに由来する血友病患者であった。1919年8月14日、バルデマールは、立憲講師、フリードリヒビルヘルムの娘であるカリキスタと、ヘンメルマルクで結婚したが、二人の間に子供は、生まれなかった。ヘンメルマルクは、父のハインリヒが、イギリスのマナーハウス風の邸宅を建ててドイツ、革命後に住んでいた場所で、 ハインリヒの墓もある。第二次世界大戦末期、バルデマール一家は、ソ連軍を避けて、バイエルン州オーバーバイエルン行政管区、シュタルンベルク軍のトツインクへ移った。しかしここには、ダッハウ強制収容所があり、1945年5月1日に、収容所を解放したアメリカ軍が、医療施設をすべて接取したため、バルデマールは、輸血を受けられなくなって、 翌5月2日に死去した。ありがとうございます。